ライフサイエンス同好データベースデータの方ですね、確認のご紹介になります。今回はですね、先週の水曜日から金曜日までですね、ドイツのハイデルベルクで9の PSI というミーティングがあって、どういうのかをちょっとご紹介します。それに行ったので、それのリポートをしたいと思います。で、昨日帰ってきたので、あんまりまとまってないんですけど、大体こんな感じで話そうかなと思うんですけど、まず、皆さんご存じない方も多いかと思うんですけど、ヒューポーとかなんですけど、というのと、ヒューポーやってるヒューマンプロジェクト、あとヒューポー PSI ですね。あとデータの共有とか、あと我々が作ってる JBOS とか、そういうものも紹介したいと思います。ヒューポーなんですけども、これはヒューマンプロテオームオーガニゼーションの略で、プロテオーム研究の国際的なコミュニティで、もともとゲノムにはヒューポーってヒューマン、ゲノムオーガニゼーションとなったんですけど、それに習う形で、2001年に、設立した組織です。で、目的はこのミッションステートメントに書いてあるような、プロテオームの研究を、促進するのが目的で作られております。で、このヒューポーの中にはですね、現在、7個のイニシアティブと、このパートナープロジェクトのパートナープロジェクターの CPTAC っていうアメリカのキャンサー同協率なんだかっていうのをおっしゃってたんですけど、そういうものが動いてまして、いくつか、ありますけど、その中の、一つに、今回紹介する、同協スタンダードイニシアティブの一つがありまして、もう一つ、ヒューマン同協プロジェクトというのがあります。で、このヒューマン同協プロジェクトというのは何かっていいますと、人の中で、発現している、全部のタンパクを見つけてやろうという、国際的なプロジェクトになります。で一応2つの軸から、タンパク質について見つけようとしてまして、1つはクロモソームベースとヒューマンプロジェクトということで、ヒトゲノムプロジェクトというのは、それぞれ、各国でゲノムの染色体を分担して、そのゲノム配列を決めたわけですけれども、プロテオームでも、同じようにですね、各国で分担して、責任を持ってその担当する、クロモソームの、タンパク質が発現しているかしてないかというのを、調べましょうというので、日本では、クロモソーム3番とクロモソーム X が担当になっています。でもう一つは、プロテオームはもちろんゲノムと違って、その、場所とか時間とか、発現、がするしないというのがありますので、もう一つは、病気とか、iPS とか、そういういろんな、細胞を使って、タンパク質が発現しているかどうか見ましょうというような、プロジェクトをやっています。で大きくは、質量分析器を使ったりもするんですが、他にも、抗体を使って、タンパク質を見つけようというようなことをやっています。あとデータベース、ナイティベースを使って、見つけようというようなことをやっています。で、これがヒューマンプロテオームプロジェクトの現状なんですけども、一応、全部というか、テキストプロットというデータベースに入れることになっていて、そのデータベース上では約2万くらいの、タンパク質というか、タンパク質があって、その中で、ミッシングプロテインから、見つかったタンパク質レベルで見つかっている。一応テキストプロットでは中で4つのカテゴリーに分けていて、BD1 というのがタンパク質レベルで発現が確認されたもの。T2 というのが、タンパク質まで見つかってないんだけど、トランスクリプトを見つけて、トランスクリプトレベルで見つかっている。T3 というのが、人のタンパク質のトランスクリプトで見つかってないんだけど、例えばマウスとかラットとか、他の生物ではあって、日本人にもホモログがあるけど、人では見つかってない。T4 というのが、いわゆる予測とかで、タンパク質になってるんじゃないのっていうのだけども、4つのカテゴリーに分けられてるんですけども、
今現在ではこのタンパクレベルで見つかってないものが2000個あるというようなことをやっています。で、まあ、こういうような、プロジェクトを、ヒューポでやってるわけなんですけど、このミッシングプロテイン、見つかってないプロテインっていうのも、どういうものが、ミッシングプロテインかっていうのを定義しなきゃいけない、ことになります。なので、この、ヒューマンプロテオムプロジェクトですね、どういうものをどういう基準で、見つかったらそれがミッシングになくなるかっていうようなことを、ガイドラインというのを作っています。でこのガイドラインを作っているのは先ほどのヒューマンプロテインサイトプロテオムスタンダードイニシアリティというところが作っています。まあで、FD の、まあ、これ3ページぐらいの文章なんですけども、タンパク質レベルの FD やパーセントに関しなさいとか、一つのタンパク質で、複数の血中がないと、そのタンパク質が見つかったことにならないとか、そういうことが書いてあります。あとは血中の長さ、そういう基準が書いてあります。そういう、こういう、ヒューポンプロジェクトとして、基準を作らなきゃいけないということの他にも、最近バイオサイエンスの分野でもオープンサイエンスというのが進んできまして、雑誌、論文誌ですね、皆さん論文って言ってみをして、論文を書くときに、投稿するわけです。もうその時に、いろいろ、データの扱いっていうのをどんどんオープンにしてもらえるという方法になってきています。例えばですね、サイエンティフィックデータ、データを、紹介するようなジャーナルがあるんですけども、それの投稿規定を読むと、関連するデータセットを必ず公開のことに登録してくださいと。ロスっていう、ジャーナルでは、制限なしで、公開してください。あと、プロテオムの、トップである、モレクラセクラープロテオムですね、もう必ず生データは、全部公開してくださいと書いてあります。あと、今年の1月ですけども、ジャーナルプロテオムリサーチの、エディトリアルも、必ず、生データを全部登録して、プロテオムにして登録してくださいと、というふうに、書かれています。まあ、こういうふうにですね、いろんな、このただそのデータを登録するにしてもですね、どういう形式で登録しなきゃいけないかとか、そういうものが必要になってくるわけです。そこで、この、ヒューポンの PSI、ヒューポンのプロテオムスタンダードの2件というのは、そういうような、HTTP の、ガイドラインを決めたりとか、そういう、データに関する、標準を作っているようなところです。で、一応できたのは2002年からやっていて、はい、ところは、ここで説明しますが、いくつか、標準を作っていまして、一つは、ガイドラインを作っています。どういう、データを登録するときに、どういう、メタデータを登録するか、どういう機械を使ったのか、どういう制御手を使ったのか、そういうような、どういう項目を報告しなきゃいけないかという、ガイドラインを一つ決めています。そしてもう一つはデータのフォーマットです。それをデータをどういう形式で、登録しなさいというのは、データのフォーマットを決めています。でもう一つはですね、コントロール情報キャラクター、データをそのメタデータを書くときに、皆さんが自由に書くと、バラバラな、ことを書いたりとか、機械の名前でも大文字と小文字が混ざったりとか、間に入ったりとか、いろんな言葉をするわけです。まあ、そういうことを防ぐために、標準的な用語というのを作って、登録しています。その他には、こういう、フォーマットとか、用語を自動的に、変換するようなツールなんかを、作っています。で、PSI なんですけども、どういうファンディングをやっているかというと、まあ、ヨーロッパを中心に、始まった活動で、こういう EU
NIH のアメリカの NIH のグラフと、あと日本とイギリスで、イギリスの BBSRC というところのグラフを取ってるんですけども、それのグラフを使って今動いているという状況です。で、この、スタンダードなんですけど、標準なんですけど、作って使えって言ってるだけじゃなくて、全部、標準を作って、それをドキュメントを全部、書いて、必ずレビュープロセスというのがあります。普通の雑誌、論文と同じようにレビュープロセスというのがあります。で、こういう、今、プログラムというのが、レビュープロセスもあるんですけども、必ず、レビューアーのレビューを受けて、その後にですね、パブリックコメントを、必ず取って、その上で、標準として、使うということになっています。で、この、ESI が美味しいのは、僕は全然か、最近だとか、やめたばかりとかで関係ないんですけど、ガイドラインが全部メジャーバイトで、で、フォーマットを作るのは、MC から先ほどのオリジナルがプロジョブスって言われていて、スーパーゼンプロジョブスで、こういうのが美味しいことになっています。で、そういうような、論文を兼ねて、彼が出してまして、次に一番最低限を超えたと。ということで、はい、すばらしい。で、この、9本 PSI なんですけど、2002年にあって、イギリス、フランスと、ヨーロッパを中心にやっていて、私が参加したのは、2003年のリバプールからです。で、この辺の、2013年と2014年に関しては、プロジェクト学会の学会通信に、レポートを寄稿させていただきましたので、そちらをご覧いただければと思います。で、今年は先週、ハイデルベルクにして、来年は決まってないんですけど、一応立候補したのが、ケープタウンと、南アフリカのケープタウンと、サンディエゴと、オーストラリアのアデレードが、立候補したんですが、この、ヒューボー PSI のスペアリングの人が日本でぜひやりたいということを言っていて、日本でやる可能性もあります。まだちょっと決まってないです。で、どういうことをやっていたかというと、もともと最初のモレキュラーインタラクションですね、タンパク質、タンパク質相互作用の、データのまとめとかが始まって、で、マススペクトロメトリーですね。もともとこのマススペクトロメトリーも、標準がもともと2つあって、MZXML っていうのと MZ データっていうのがあったんですけど、それを、まとめましょうということで、MZML っていうのが作られました。それが、これは MZML っていうのは、本当のマスの TTMX のフォーマットなんですけども、それ以外にも、同定結果を、各ような MZ アイデンティティルというフォーマットとか、あと定量値を使うような MZ フォーマット L、あとターゲットプレドミス のスケジュールなんかを例えば捉えるとか、そういうようないろんなフォーマットが作られてきています。で、大体毎年、このヒューボ PSI ミーティングとか、同じフォーマットなんですけど、まず基調講演があって、でそれぞれの、4つグループがあるんですけど、その 4つのグループの、1年間の進捗で、その後に、それぞれ4つのグループに分かれて、ディスカッションするというような形になっています。で今年の、キーノートはですね、今年はハイレベルのエンブル、ヨーロピアン・モレキュラー・バイオロジー・ラボラトリーというところにあったので、そのエンブルの方の、その一つはスペシャルメタボロフィッチこの表面でどういったものがあるかという発表ですねありました。それで応用というか応用として ATM の、金ナンバーですね、それがメタボロフィッチでメタボロフィッチということを言っていました。あとプロテオフォームとかあとプロテオタンパク質と
薬の相互作用ということで、最近はそんなことないと思うんですけど、昔から使われている薬っていうのはどういうものが足るとか、まだ分からないことが、あるかと思うんですけど、それを薬と、タンパク質を混ぜて、サーモダイナミクスを取って、それでどういうタンパク質にインタラクションするか調べるということをやってました。で、その後に、それぞれのグループ、タンパク質を抑えると、マススペクトロメトリーというのはその生データを扱うということで、グループは、解釈した結果を、タンパク質の同定結果とか、X の同定結果とか、そういうものを集めて扱うということです。あとは、プロテインの基点とか、クオリティコントロールの、グループとか、PSI はプロテオムグループなんですけども、数年前から、メタボロームチームも一緒にやってまして、メタボロームチームのメタボロームもありました。で、ちょっと皆さんご存じないと思うので、何が新しいか、全部新しいかと思うんですけども、個人的には新しいかと思うんですね。LSI、ヒドミツスタンダードインジェクトの会議を進めてきてまして、先月シンガポールの会議ができたんですけど、で、日本から一応、受験の有田誠先生と、2年生の有田正則、ダブル有田先生が名前に入ってましたとか聞いてます。なんかできたそうです。なので、プロテオムスタンダードイニシアチブがあって、メタボロムスタンダードイニシアチブでは、数年前にできて、ビクトリックススタンダードイニシアチブっていうのが、先月引き継ぎはグラビックですかね。あとですね、モディフィケーションを記述するのに、昔 PSI モードあって2044年に開発が止まってしまったんですけども、また今年から再始動しようということで PSI モードっていうのは復活するようです。トピックスとしては誰だけなんですけど、スペクトルメトリーのところでは全然っていう話ですが、あとで言いますけども、いろいろアサスペクトラの関係とか、あと、プロテオムの方でも、どんどん生データが溜まってきていて、スペクトラがすごい集まっているので、一般的なプロテオムの今の研究はデータベースに対して、スペクトラを当てて、不調を予測するという方法が一般的だと思うんですけども、スペクトラがいっぱい溜まってきたので、スペクトラに対して、サーチをかけるということは、何一つあります。なので、それのスペクトルライブラリを作るためのフォーマットを作りましょうというのを言っています。あとは、プログラミングマティックのところでは、プロテオゲノミクスというのが最近流行ってきているので、そのプロテオゲノミクスに対応するように、プロバム、プロベット、プロ BCF というような、フォーマットを作っています。あとは、プロテオネスチェンジという、プロテオのデータを登録するところがあるんですけども、そこに、新しくパノラマハブという、スカイラインというソフトウェアを使ったときに、登録するところがあるんですけども、それが、ハイテストという話がありました。で、ここで、一つ、我々の作っている税コストというのを紹介したいんですけども、税コストというのは、プロテオムのデータを、出てきたデータを、一つはレポジトリを作ってまして、ここに、データを登録してもらう。で、ここにデータを登録すると、アクセッションキーが発行されて、それで、先ほどの、論文誌に投稿するときに、そのアクセッションを書けば、論文投稿できるというものです。で、他にも、この、生データから、再解析をして、その再解析の結果を見せるようなデータベースというのを作っています。
このデポジトリなんですけども、我々はですね、東京エクスチェンジっていう、ね、国際的な枠組みの一員として入っていて、ヨーロッパの、プラットとアメリカの、パステルマシン、そして、J ポストっていうのが、去年、中国のアイプロックスでデータベースができたんですけども、まあ、そういう、国際的な枠組みの中で、活動する、ものになります。で他にもですね、まあ、こういうふうにデータがどんどん、溜まってくるので、我々もやってますが、いろんなグループは再解析をしてますので、その再解析したデータを登録するためのガイドラインを作っていて、プロテオデータを、登録すると、TXD という ID が発行されるんですけども、まあ、その TXD に入っている生データを使って再解析をすると、まあ、生データを2回持つの余分なので、RTXD という ID が発行されて、まあ、生データがなくても、再解析のデータだけで、データを登録できるというマシンを今作っているところです。他にもですね、ユニバーサルスペクトラルアイデンティファイアというものを、作ってまして、先ほど言いました、スペクトラルライブラリを作るときに、いろんなスペクトルを集めてきて、ライブラリを作るわけですけども、そのどういうスペクトルを集めてきたかっていうのを全部 ID を振って、この ID とこの ID とこの ID を集めて、ライブラリを作りましたというような、ものを買ったための、ID の設計なんかもしています。あと、プロテオゲノミクスのフォーマットですけども、まあ、ゲノムの分野ではですね、バグファイルとかベッドファイルとか ECF ファイルっていう、そのディファレンスのゲノムに対して、付けたりとか、あと、個人ゲノムで、どの部分がディファレンスと違うのかっていう、各フォーマットがありますけども、それを、プロテオムを拡張して、やりましょうっていうのを、やっています。いつも、現在ではもうプロバムとプロベッドっていうのが、ほぼ出来上がっていて、現在は、プロ VCF っていうのを作ろうとしているんですが、まあ、VCF っていうのは、中に書けるのが ATGC と N っていう5文字しか書けないらしくて、アミノ酸20文字あるので、その辺をどうしようかっていうことを今、議論しているところです。で、最後に宣伝なんですけども、ダイオスですね、大阪でですね、MSP、マススペック&プロジェクス2018っていうのが、あります。で、なんと、早期、申し込みが強化しにくいなので、皆さん続きます、登録しましょう。でその後ですね、これの終わった後ですね、東大の方で、インターナショナルプロテオゲームワークショップというものがあって、午前中がウェット中心でしたっけ、午後が、そのデータベースの中心の、会議がで、こちらは特に、事前申し込み締め切りとかないと思うんですが、人とホテルがすぐなくなるので、これも今さ、取っていただければと思います。すみません、ちょっとまとまりの